ラファエロ・アルバの聖母1836年に、ロシア皇帝ニコライ一世がエルミタージュのために購入。1931年ソ連政府により、アンドリュー・メロンに$1,166,400で売却。ヤン・ファン・エーク、受胎告知1850年に、ロシア皇帝ニコライ一世がエルミタージュのために購入。1930年6月にアンドリュー・メロンへ$502,899で売却。ラファエロ、聖ゲオルギオスとドラゴン1772年にエカチェリーナ2世がエルミタージュのために購入。その後、ナポレオンに勝利した将軍たちの肖像画室に展示。1931年にソ連政府によりアンドリュー・メロンに売却。この項目では1930年から1931年にかけてソビエト連邦がレニングラードのエルミタージュ美術館に所蔵されていた美術品の一部を西側の美術館などに売却した結果、最も価値の高い何点かの絵画がソ連国内から散逸した事件を取り扱う。何点かの絵画はエカチェリーナ2世の時代にエルミタージュ美術館が創設された時からのコレクションだった。ソビエト政府による売却の対象になったのは、ヤン・ファン・エーク、ティツィアーノ・ベチェッリオ、レンブラント、ルーベンス、ラファエロその他の重要芸術家の作品を含むおよそ250点の絵画である。アンドリュー・メロンはエルミタージュから購入した21点の絵画を1937年にアメリカ合衆国政府に寄贈し、これらは今でもワシントン DC のナショナルギャラリーの最重要所蔵物となっている。1920年代後半、ソビエト連邦政府は最初の5カ年計画による急速な工業化に起因する財政逼迫により取り急ぎ外貨が必要だった。ソ連政府は貴族や金持ち及び教会等から没収した宝石、家具、遺恨のコレクションはすでに売却してしまっていた。アントワーヌ・バトー、メズダン1767年にエカチェリーナ2世がエルミタージュのために購入。1930年ソ連政府によりカルースト・グルベンキアンに売却。1934年、ニューヨークメトロポリタン美術館が購入。アントワーヌ・バトーのメズダンはエルミタージュのためにエカチェリーナ2世が1767年に購入したものだった。この絵は1930年にカルースト・グルベンキアンに売却され、続いて1934年にはニューヨークのメトロポリタン美術館に売却された。1928年2月、エルミタージュ美術館とロシア美術館は最低でも2,000,000ルーブル相当の輸出向け美術品のリストを作成するよう命じられた。教育人民委員部の傘下にAntiquariatと呼ばれる特別な組織が作られ、売買の監督目的でレニングラードにこの組織専用のオフィスも設けられた。エルミタージュに対しては古代、スキタイの掘り板や多数の金製の宝物、及び250点の絵画を1点あたり5,000ルーブル以上で販売するようにという指導がなされた。販売は秘密にされたが、次第に西側の美術品ディーラーや収集家の間に噂が広まっていった。エルミタージュの作品を最初に購入した外国人はイラク石油会社の創始者であるカルースト・グルベンキアンで1930年初期に石油と引き換えに絵画を入手した。だが販売の仲介者はグルベンキアンの支払った額に不満を感じ他の買い手を探し始めた。アンドリュー・メロンは、米国の銀行家で、ウォレン・ハーディング、カルビン・クーリッジ、ハーバート・フーバーの各大統領の財務長官を務め、また美術品の収集家でもあった。この当時は、駐英米国大使をしていた。メロンは、ロンドンの国立美術館を手本として、米国にも国立の美術館を作りたいと考えていたところに、自らがしばしば美術品を購入して、親しくしていた画廊であるニューヨークのノードラー商会からエルミタージュが秘密販売を行うという情報を得た。フランツ・ザッツェンシュタイン・マシーセンは、当時まだ若い美術品ディーラーだったが、ソ連政府から何があっても売却しない絵画100点のリストの作成を依頼されたことがあった。しかしリストに入れた作品のうちの何点かがすでにソ連を出てパリにあるということを知って驚いた。これらはグルベンキアンが買ったものだった。グルベンキアンはさらにもっと絵を買いたいので代理人になってくれと依頼したが、マシーセンはロンドンのコルナギ、及びメロンの代理人であるニューヨークのノードラー商会との連合を組むことを選択した。1930年及び1931年の2年間でコンソーシアムは先買権を持つメロンに対してオファーを行い、合わせて21点の絵画をソ連政府より購入した。1931年末の段階でメロンは21点の絵画に対して合計$665万4,000を支払った。この購入品には、ファン・エイクの受胎告知及びラファエロのアルバの聖母も含まれている。後者は$1,166万6,400の値がつき、これは当時の絵画1点の価格として最高のものだった。コンソーシアムはニューヨークメトロポリタン美術館など、他の顧客にも何点かの絵画を販売した。この売却は1933年11月4日にニューヨークタイムズによってメトロポリタン美術館がファン・エイクのキリストの卓形と最後の審判を購入したことが報じられるまで公にされなかった。この一連の売却は1934年には終了した。スターリンがエルミタージュの副館長である。ヨセフ・オルベリに宛てた手紙で、ロシアの宝を売ってしまうことに反対を唱えたためと考えられている。エルミタージュの館長だったボリス・レグランは、もともとこの売却を実行するために、エルミタージュに派遣されたが、1934年に辞任し、代わってオルベリが館長になった。1937年、アンドリュー・メロンは、九段の21点の絵画をナショナルギャラリー建設資金とともに米国政府に寄付した。これらの絵画は今でもナショナルギャラリーのコレクションの中核をなすものとなっている。同時期に売却されたものの中にはロシア国立図書館の市内写本、フィンセント・ファン・ゴッホの夜のカフェなどが挙げられる。1990年代のソ連崩壊後、新生ロシアの連邦議会は、ロシアの美術品を海外に売却することを禁じる法律を成立させた。ロシアが自国財産だと主張して、返却を拒むのではないかという懸念があったため、長年にわたり、ナショナルギャラリーはこれら購入絵画類をエルミタージュに貸し出すことをしなかった。だがこの考えは1990年にミハイル・ピエトロフスキがエルミタージュの館長になって変わった。現在では何点もの絵画の貸し出しが行われている。ベチェッリオの鏡のヴィーナスはジョージ・ W ・ブッシュ米大統領が2002年の訪ロ時にサンクトペテルブルクを訪れ、この際に貸し出しが行われた。ありがとうございます。